テーマ隊では先方ジョニオ・ジョニー、そしてメロン・エリー再戦中です。ジョニオが固められてます。あ、いや抜け出しました。やっぱウェコインが結構ね厄介が見えますね。はい、メロンチーム、メロンチームじゃない、アインチーム決まった。はい、岩野チームも決まった。じゃあ座ってください。もう1回戦第2試合、岩野チップ対数 2P 側、ここで石ジャムチップジャムですけども、今回チップは結構やることがいっぱい増えているので、ジャム側にそれをなんとかやらせてほしいと頼み込むことになるのか。ガエって戦技神社が空投げしてオフでめぐらせて足寿司から空投げはジャングルがちょっと高かった。ジャンケーで落としたよ。日系崩してバーストはちゃんとカード、手投げ出ないよ、ちゃんとフォローして空投げ、アルファブレラで引き殺してジャンディーカウンターから手打コン決めて、オギャンだったよ。ちょっと判定が、バックステップに思いっきり組む人は、やっぱ柔らかいように見えるけど、まあ、いつもだったらこの時点で1割ない。でもまだ1割残ってる。から、朝投げためよ。ベータブレード。いい判断。あーっと、処理券がバーストして、まだ処理券してきて。あっと、ガストに、キャップ新章が引っかかってしまいました。第2ラウンド。直後して、ガードしてる。ターシファイスラーをちゃんと直後じゃなくて、ホーチュー吹いてて、6杯。すごい体力減って、だからまだワンチャンス残ってるぞ。チップは火力はある。ジャンケー、うまく落とした、見えている、若い軍団、ここからダッシュして、テイクアルファからテイコン決めて、かっこいい、ことして、おっと、さっきのダメージを覆して、6杯ヒットカウン、ああ、拾えない、しかし、組め、おっと、アルファが、なんか、見るな当たり方して、1本取り返す。最終ラウンド、今聞いた両方とも緑色だった。これ迷彩したら相当しんどいことになるようないろんな気がするけど、先にバーサーたまたま石井じゃない星から5回、あっ、めくれば2回貯めて、チップちょっと危ないぞこれは。そして1個出し切って、あと残り1枚、あー一気に回収して、あれなんか形勢逆転しましたね、これひどい FB だ。あっ、オーケーン、あみなれ、ゲンマさん、ジャンビー、ガンマ当たらない、チップちょっと姿勢に助けられた。ガンマブレード当てて置き攻め中段、おっとそこでデッタングル、足寿司から、足寿司じゃない、足払いからガンマブレイ先方選手して一試合も下す。ジョアナチップ対するロイチームはこれで一試合が破れ、残ってるのはロイソルとアイントンカイ、ソルカイになりますね。対するデリックのアインカイ、開幕は太田が様子見よと定位から投げていく。4チップをジャンハイトール、様子見てガンマブレード、ロッピーちょっと早すぎた、聖騎士の上に重ねて固める、このおっと、あーっとスタイジヒット、カウントヒット、あれだけでも割と減ってしまう。チップなんとか体力を戻してきて、あーっとジャンハイヒットして、エイカー、これでダウン、おっと投げて、キンゲス2敗、一本選手したアインカンカイ、2段目、どうする、あっと直下からうまく中央に逃げて、ジャンディカンカースタイチ、エサ足払い見えてますよ、足払いヒットして、お攻め、アインカン落ち着いて6敗、長くでノックバックがすごい強くて追撃がなかなか困難、ダウンブレードを使ってしまって、またこれをダメージの攻防が続く。ロッキーでカウンター取られ、ナイフライトニング残ってるかと、うわー、バックステップがなんかに引っかかってしまって、ストレートでアイントンカイの処理。対する一品側はこれで4のチップを破れ、残ってるのはトロソルとヤクセルアクセル、そして
ケーブルエリー、そう、このチーム、アッセンチームは4人チームなので、あと3人残ってますね。時間がない。そして出てくるのは、ケーブルエリー。金髪色で、なんかすごいかっこいい色です。ドリルはヒット。カイのヒット。あっと。スタンディングポジションして、フォローして、っていうところにバーストして、エディガードする、ジャンピーダック。エディゲージ回復したところで、直下から反撃できない。テーザでうまくスタンチかわして、どうする？そういえば、アイントンファイのカラーが変わってた。毎回変えていくスタイルなのか？スタンチ、青キャンは出さない。立ちハイからドリル、離して、エディショータンまではこぎつけたが、スタンエッジで封じられ、どうする？テーザも読まれている。一緒ダウンサイバイロ、逆転のチャンスあれだ。スタイチ召喚にうまくヒットさせ、一本選手。立ち合いさ、二本のヒット。お互い殴り合ってて、ロイヤーセバーからワンガンド。ビタンから、6回ぐらいは黒いけど気にしない。オーバーで、ドリルヒット。これからエリオンタンが始まって、これをしのわないと彼はきついよ。しのいだ、金メスルシュだ。形勢一気に逆転し、二本ニュース、アイスアドリル。先ほどのように、今度は、チャージドライブまで決めて、刺激はできない。しかし、もう残る時に2割を切っている。今度は、テーラでうまくスタン位置かわして、エディショーが、まーっとなんか、エディがうまく、ケアしてくれない。向こうの対策が完璧すぎる。エレガントに、ストレート勝利、アイントンクイ。これで2枚目のカードを使って残り2人トロソロとヤクセルアクセル。あ、なんかそろそろ B 番隊で出番が来そうなんですけど、もうちょっと頑張って実況します。ということはトロソロ宴会、やはりカラーを変えていくスタイルか。足場でユボルバで近づいて投げていくのは宴会。セクシャン重ね 6P6杯、違う3杯。投げて、オキゼメ、ロックファイアがちょっと重なるぞ。あー、リボルバー、あー、すごいこと打ってしまって。ここから、エイパーループを決めて、スタン1。エンスからディッパー、アシャンカーを起用している。ライオットにカウンターして、バーストを読んでしまったか。タッチファイ、ブリンガー。直がしていたが、今の音はすごい音だ。多分、ガード工場も相当な問題なんじゃないかなって思います。ジャンディ重ねて、あとそろそろ残る時間が40秒来ている。この試合ちょっと間に合うかどうか、いや間に合わない。すいませんけど、多分これあと30秒以内に終わるかどうかわからないので、あれ、あ、出番かな。最低勝負ということでちょっと押してくださいね。多分試合の方はさあ落としていく。さあチャージを重ねてデッドアングルからダメージを奪っていく。勝てないよ。さあトロサンドセルが取っております。さあグランドローブを捉えて、画面を弾い青キャンからちょっとかっこよく決めて走り出そう。タックルママキャンから 2K 立ち合い届かない。チャンスマイクバイク過ごして大きい攻め立ち撃スジャンハイヒット KS はトライ。さあクリーンヒット、さようなら。さあ勝ったな、トロサル。さあ、B バンダイではジャスティスが中央審に作業されております。
さあ、ロソロ動きません。さあガードがパリーンってなさいですね、ブリンカさあ、勝利を落として大きい攻めは勝利を返してラストアットに逃げるエンゲス立ち合い、ブリンカー立ち合い取られる、これはマウスウェンドの足ぐらいへの長谷川よしよし、こちらも昇竜拳強気に打ち返し、ジャンハイ昇竜合戦。さあ、トロソルが今返すが、昇竜への反撃を言いながらいた、この勝利は、そんなのあった、なんだ今のと思ったよ。小さく前に踏み出して、真正面に、アフミエスライク、アイピー、ギネス、ボールかじゃねえや、ガンフリーですけど、すごいなんかありますね。さ、結構先端でも届くんですね。さあ、浮いた浮いた浮いてる懐かしい、ヘイデブ、はよ、さあ、バスケ2敗リボルバーガードしてエスエス最後インダー。さあ、普通に減ります。リボルバーから2敗攻め継続、ガンフレーム、エンゲス、リボルバー 2K ガンフレーム。さあ、速い展開、捉えていくのはどっち、リボルバー飛んだらどれ。さあ、ここで空中足を追い込むんだライアット、ブリンガー。さあ、そして、あー、この密着、しかしガウスを見ている、どうしてライアットスタンプ、ライアットスタンプを当てるだけの簡単な作業ではありませんでしたが、ライアットスタンプが簡単スタンプするダメージ、リボルバーをうまくしのぎて、トロフェルを取り返していきましたが、さあ、最終ラウンドは押されている。なんだこれは、何をしていいんだ、青木あるんでしょうか。デビリー決めて、さあ走っ、足払いはライトスタンプを一度で引っ掛ける演技です。じゃあ浮いているが、スタマエプレイ画面欲しいじゃないんですね、はいないんですね。さあ、いい試合をしてくれました。次の試合から全部動画ライブを行います。さあ、アクセルアクセル対するはバイスル、連戦が早い、連戦マジ早い。上海 2K から画面端追い込んでいる、ブリガーガッシン、最初の P2K から連戦が早い早い、本当に早い、小学生並みの感想です。さあ、総裁捕まえてチャンディー、サイドインター2杯サイド。さあ、これからシェルのコンボはどのように変わっていくのでしょうか。今現在まだ AC までのコンボっぽいですよね。さあ、投げ破る通信、投げじゃねえ、入れっぱかりの立ち系。さあ、この2試合カウントフット。さあ、繋がって S からボルカー、マイピーシのワークがバースを頭で使っていく。さあ、YP、アドミア、乗れてしまったか、初かな。さあ、クジラシュー、2K の接触、マイケー、ニュース、ドーン、落として、さあ、見えない、さあ、しかし、今回の調整によって、横に飛ぶんですね、出ました。ガーポ付きの発数強い、あ、思
6人だろうって言ったらガンダッシュ、あードラゴンミスト早すぎる、叩き落とし叩き落としすいません、あー燃えた、ガングレガングレ、あー頭を抱えてさあ大変、ガングレジャンパス、ドラインはもう枯れた、なんか変わったんですかね、あ落ちた、直下してその直下に対してジャンプ、メロンロイカー連戦機しっかり落ちていく、ボールか落とす、そして勝利が早い、勝利総裁ボールからキャンセル、早い展開さあこちらもスラッシュバックを見せていく、そして着地勝ちに対してパイクルズの勝利、着地は絞らない、ジャミー落としてニュース、ジャンピー、電線が当たらない、早すぎる、さあ、しばらい、さあ、何試合だっけ、あれ、ごめんなさい、何試合だっけ、4人だから、9なわけねえだろ、それで、6だな、6。はい、じゃあそれでは次の試合より、全て A 番台でーす。 B 番台でやった、あ、そうごめん、 B 番台と書かないといけないんだ、B でやったのはどれ、これ4と1だから9枚入れておきます。じゃあ呼び出しをお願いします。 B 番台の状態に変えます。やっていいよ、やっていいよ、うまかった、ほんとに。